チームスポットジャンブルが行く海と日本プロジェクト海で宝。今日は北谷町美浜にやってきました。今日はこの綺麗な海を一望できるあちらの3階のお店で珍しい海鮮料理が味わえるそうです。今年6月にオープンした料理店、その名も蒸気海鮮。沖縄の青い空と海を間近で感じられるテラス席も備えたお店では、海の食材を生かした料理を楽しむことができます。すごい豪華な食材が並んでますね。城間さん、はい、これ真ん中に変わった形のお鍋があるんですけど、こちらですね、はい、中国で今流行っているお料理でして、はい、機材なんかも中国から取り寄せています。この鍋の底から蒸気が上がってきて食材を蒸していくんですけども、こちらうちのお店では沖縄県の食材を中心に蒸してお客様に召し上がっていただいて、なるほど、蒸気で調理してるんですね。はい、はい、沖縄産のレンコダイですね。レンコダイ、沖縄産、はい、県産なんですね、はいはい、お魚を蒸すことによって、はい、身が締まって旨味が引き出されます。はい、さらに豪快に車エビやアサリ、イカなども入れておよそ5分から10分蒸していきます。水もあの近海の海洋深層水などを使ってますし、蒸すことによってやっぱりヘルシーなのでとても美容にもいいと思います。お待たせしました。はい、お願いします。うわー、すごい、開けた瞬間いい香りがわーすごいですね。はい、わー、色も綺麗。調味料などをほとんど使っていないので、はい、沖縄県産の素材の旨味でしたり甘みをとても感じられるようになっています。こちらが当店オリジナルの琉球七味醤といいまして、はいはい、沖縄のスパイスを7つ使っています。7つ、いただきます。うん、柔らかい、味がとてもしっかりしてますね。はい、そして締めに用意されていたのはお粥。実は蒸す前に素材の出汁が染み込むよう生のお米を蒸気鍋の一番下に入れていたのです。魚介の旨味がギューッとこうパンチ効いててとっても美味しいです。どういう思いを持ってこう料理提供されてるんですか？我觉得在这么漂亮的海和日落当中吃饭一定是一件非常享受的事情。我们觉得每一滴的汁都是非常宝贵的，都不想浪费。这片海赋予我们非常丰富的食物，然后呢，你坐在里面吃海鲜的时候呢，你又会去想，感谢这片海能够给我这么多这么多的美味。海と日本プロジェクトホームページではDSJ メンバーの海にまつわるブログやオリジナルコンテンツを配信中。みんな見てねー。